吉田さん小さな運をかき集めて大きな運にする小さな秋小さな秋見つけた小さな秋でも集めれば大きな秋になるのかなと思いますけども今日はそんな話題ではありません実はね今年の漢字ってのがあるでしょ今年の漢字一字が壺だとか言う人もいますし進むっていう人もいますしまあさまざまなわけですけども実はね私の住んでいる町にも今年の漢字ってのがあってえ福山城について 今年の漢字っていうのをね、おろしてくださったお師さんがいるんですよ。ズバリ。城です。当たり前やんか。当たり前やんか。みたいなことなんですけども、意外な一文字ではなくって、当たり前すぎて意外というね。この福山城の今年の一字が城というね。400年記念らしいですけどね。当たり前やんか。みたいな。だからこう、王道行くことでも目立つことができるっていう一つの例じゃないかなと思うんですよ。でもね、やっぱり王道って、 まさに王道じゃないですか誰がやってもほとんどうまくいく方法ですよ王道ってのはでも王道はゆっくりゆっくりコツコツコツなんでみんな嫌がるんですよね王道ねでも投資の神様もこう言ってますゆっくり金持ちになるやつが少ないだから金持ちが少ないって言ってるんですよだから金持ちになろうと思ったらゆっくりですよねやっぱりねゆっくりって言っても10年ぐらいで金持ちになるんだったらゆっくりなようでも結構割がいいですよね だって私もね10年ネットビジネスって言いますけども前半は借金返しながらですからねだからプラスではなかったんですよそういうふうに考えていくとゆっくり今のような暮らしになったなと思って素敵なクリスマス素敵な年末年始遅れるなじゃあ感謝を込めてクリスマスセールをしないといけないし感謝を込めて年末年始セールしないといけんなと思うばかりですまあせっかくだからゆっくりするかみたいな気持ちよりもねゆっくりするからこそ ゆっくりさせてもらってる間にできる手を打っていく手筆を切っていくってことですよね。はい。まあ、これがうんまあ、今年感じ一時ソッカ塾はまさに稼ぐというね感じにまとまっていくのかなと思います。お疲れ様です。